仕事なんですけども、ね、定番もう早く辞めたいんだけど、辞めるタイミングがなかった。もう一回チャンピオンにならないとダメだなみたいな。それ5年かかっていくからね。5年中の3年は信頼金の3年だから、なんか仕事でもさうまくいかねえなみたいな。3年だからとりあえず死ぬ気でやってみたら、それでうまくいかなかったらもう多分合ってないんじゃない。まあそう言いながら若い頃も俺はそうだったけどね。まだ他にやることないなって。まあでもある意味それも強さだよ。選択肢のない強さ。それある時勝負したから良かったでしょ。でもそこはなぜ勝負したかっていうまたポイントがあるわけよ。いろんなことはやめてたのに、なぜ格闘で勝負したか。なんかね、いける気がしたんだよね。根拠のない自信がそこにはあったんだよね。若いやつですげえでかいこと言ってるやつ。俺はビッグになってくる。そんな感じ。その根拠の内心があったんだよ、俺には。それで賭けたわけ。二十歳。